はい、OK、 じゃあ、いきます。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問・質問・お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日、収録日が8月7日月曜日、お、はい、第46回の収録となっております。はい、はい、先週がですね、うん、夏実さん体調不良により私一人で収録をするという、うん、夏実さん何があったんですかね、先週。先週ね、はい、あの私は、あ、先週じゃないんじゃない、先週だった、先週本当の収録は。そうだよ、ゴジラになってました。まあ大泣きしてないのね大泣きして、病院が嫌で大泣きして、うん、あのゴジラになってました。ラーって泣いてました。あ、でも先週か、先々週かもしれない、ね、先々週だね、うん、まあ大変、まあなかなか一人の収録もちょっと大変だったんですけど、まあいい経験だなとは思ってて、うん、まあ今日は8月7日月曜日で、ちょうどね、昨日まで沖縄地方は台風6号が猛威を振るって、そう、うん、もうね、すごかったね。すごかったよね、うん、僕らね、今日夏実さんが通院日だったから、はい、糸満の方までね、うん、行ってきたんですけど、道すがらね、うん、木がもう根っこからボキボキ折れてる、根っこからね、持ち上げられてるみたいなのとかね、そうそうそう、いろいろあって、もうあちこちでね、ちょっと大変、うん、この後掃除とか大変そうだなって ね、道すがら修理とかもね、うん、あの道路脇にね、もちろん寄せられてはいたんだけど、草とかね、うん、葉っぱがもう、でも歩道も塞いでたよ、うんうんうん、木で、そうだから、あちこちに停電もして大変だったろうっていうところなんですけれども、うん、でね、今日まあここで話すんだけど、台風6号のことをテーマにこの後話そうと思ったんですけど、うん、ちょっとメッセージがね、うん、悲しいことに来なかった、来なかった、悲しいことに来なかった、ね、救いの神が現れたというかはい、急遽ですけれども、ゲストを迎えてこの後お送りするメンヘラジオになっておりますので、はい、ちょっと2週にわたり、ゲストさんを迎えて話していくということで、はい、今日はね、まあ30分とりあえず、はい、短いお時間ですが、よろしくお願いします、はい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、うん、では早速ですが、うん、はい、YouTube をご覧の方はもう誰がゲストに来てるか分かってるかと思うんですけど、うん、はい、とりあえずラジオを聴きの皆さんのためにゲストの方を、はい、方をご紹介させていただきたいと思います。はい。はい、本日来ていただいているのは、サッチーの気まぐれラジオ、はい、FM ギノワンでね、放送されているサッチーの気まぐれラジオより、うん、メインパーソナリティのサッチーさんがゲストに来ていただいております。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。我々ね、今日がサッチーさんとは初対面で、初対面、そうなんですよねなかなか緊張はするんですけれども、うん、ツイキャス始めるようになってからね、サッチーさんがちょくちょく僕らのラジオを、ね、遊びに来てくれてた、見に来てくれて、うん、
でその時にねたまたま同い年であるっていうことがね、うんうんうん、共通点として、ああでしたね、うん、そう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 、1984年4年です、4年生まれ、ま、4年一緒、何月生まれなんですか、ちなみに9月です、あじゃあ僕が一番年下だお姉さん2人に囲まれて今日はお送りしたいと思うんですけれども、そうだね、うん、まあでサッチーさんもね今回の台風さっきちょっと話したんですけれども、うん、あの停電が大変だったということで、はい、断水とかはどうだったんですか、断水はしなかったんですけど、うん、もう停電が1日半ぐらい、うん、いやーしんどー、暑かったんじゃない、1日半暑かったですね。やばいな。うん、僕らはなんか幸い、はい、停電には見舞われなかったよね。そう、停電はしなかったんです。うん、ただ起こったことといったら、うん、まあやっぱりねこんなに長引くと思わなかったから。はいはいはい。買ってた食料がそこを突きつけるっていう、突きかけるっていうね、一回突きかけてのと、あとは買い出しに行ったね、打ちつけてくる、ま、雨がね窓から漏れてね、うん、床までちょっとびしゃびしゃになってたっていう、うん、あの窓枠を塞ぐの忘れててね、サッシから入ってきて、 それでちょっと慌てはてしたぐらいで、幸いね本当に停電しなかったからよかったけどね、うん、停電中、食料どんな過ごし方されてたんですか。もう停電中はもうガスしか使えないので、うんうんうん、もう冷蔵庫にあるものでなんとかしのぐのと、あとカップラーメン、うん、ああそっか、そうだよね、うん、カップラーメンも食べたね。この辺は一応いつだったかな、停電中さすがになんか買い物行かないとちょっと長引きそうだぞって思って、うん、買い物行こうと思って近くのねコンビニに行ったら12時で今日は閉まりますって言って、俺がちょうど行ったのが1時ぐらいだったよねお昼の1時ぐらいで、えーってなって、じゃあファミマはどうだって言ってファミマに行ったら、ファミマはもう完全に閉まってて、うん、でその後ネットでどっか空いてるところないかって探そうと思ったら、うん、さすがのユニオンも今やなんか閉めてますユニオンみたいなさ、ツイッターとか上がってて、はいはいはい、これはこの台風普通じゃないと思って、すいませんみたいな感じで、びっくりした。そうそう、でその後一応翌日かな、翌日は台風がちょっと落ち着いた、まあ、翌日そうそうそう、ほんとね火曜日が広くて離れてまた戻ってきたから、そうそうそう、だそのちょっと離れた時に台風が弱まって、翌日はユニオンも朝から開けてて、うん、で買い物行ったらパンもね何にもないですよね、うん、あれもうびっくりしました、うん、なかなか見る光景じゃないから、小さい時とかさ台風でね、そういうやっぱ買い物とかって親がするものだから、うん、僕らって比較的そういうスーパーの様子とかってあんまり見ないじゃないですか、うん、お家にいてね、あんた子供だからお家でゆっくりじっとしときなさいって言って親だけで買い物行って、うん、だから実際に自分の目でそういったスーパーの台風時の光景、うん、目の当たりにして、あこんななるんだと思ってね、パンがない、うん、あとは惣菜もない、惣菜はどんなかな、惣菜は多分ねスーパーの中で作ってるものだから、惣菜は意外とあるのよ、うん、カップラーメンだからやっぱパンとかお菓子とかね、お菓子もなかった、野菜とか野菜コーナーも結構品切れ多かったよ、そうそうそう、お酒はお酒どんなかな、お酒は意外と残ってましたよ残ってましたよ、なんかこの際だからなんかね台風でね仕事も休みだっただからって言って一日中なんか飲んでる人とかいるはずなって話をしてたんだけど、うん、そっか、もちろんお仕事とかはもういけないですよね、いけないですね、うん、か、じゃあ台風の間はずっと懐中電灯、懐中電灯っていうかLED のランタン、乾電池式のがあったので、はい、それを2個と、うん、あとポケットラジオと、うんうん、あそっか、じゃあラジオを聞いて その暇な時間を過ごすというか、そう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 、そっかそっか、あタイミングよくモバイルバッテリーがあったんで、はいはいはい、まだ、うんうんうん、スマホは充電できたんだけど、うん、
それもないってなったらね、もう相当暇しただろうしね。もう人のうちに充電しに行くしかないんじゃない。実際来たしな、俺たちところに来たんだよ。友達が来た。メンヘラ友達が、メンヘラ友達がね、ちょっとうち充停電してるから充電しに来ていいって言ってから、夜じゃない、夕方5時頃に来て9時まで居座って帰るんだった。9時ぐらいまで。早く帰らんかなとか思いながら。眠いんだけどな、そろそろと思ってた。いいじゃん、まあまあ、そういう時はお互い様で、ね、はい、お互い様でね、やっていく感じですけれども、うん、はい、で、まあ台風のね、本当に被害に遭われた方とかもね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、今この6号もね、なんか九州の方に、あ、そうそうそう、今度は九州、朝鮮半島に向かっていく形で九州の方にちょっと影響を、ね、北上っていうの、北に行ってる、そうそうそう、影響を及ぼすということで、今ね、ラジオを多分ね、これ聞いてるの沖縄の人だけじゃなくて、もしかしたらね、全国のそれこそ九州の方も聞いてるかもしれないから、うん、かもね。ただね、これこの放送1週間後なんだよね。そうなんだね。この台風の影響も過ぎ去ったとか、ね、なんとかね、無事だといいけどねっていう話で、はい、そうだよね、うん、あ、九州できれば行かないでほしいけど、そうね、結構被害がね、やっぱ内地はね、山川があるから比較的大ごとになるじゃん、うん、あの被害がね、沖縄人的被害の方がね、そうそうそう、うん、沖縄はさ、コンクリートでさ、お家もさ、そう、ね、結構できてるけど、ね、内地の方はさ、田舎の方なんかに行くともう木造だったりね、うん、するから ね、 そ、 ね、それが心配よね、うん、川の近くのお家だとね、氾濫した、うん、あれに川のね、うん、水に流されてとかもあるしね、うん、だから何事もないことを祈るばかりですけども、でもね、また7号がね、今度は発生して、それがまた、うん、なんていう、日本列島の方に行くんじゃないかみたいな話もあるんで、うん、関東の方に向かってるみたいですね、そうそうそう、関東の方にね、うん、だからやっぱりね、台風シーズンということもあるから、発生しやすいのかな、ちょっとね、やっぱ海のね、気温というか水温がね、うん、海上水の気温が高くなって、やっぱ台風起こりやすい状況になってるかなっていうところで、皆さんね、うん、天気のニュースとか、うんうん、天気のやつは確認して、ちょっともう備えるだけ備えた方がいいと思う。そうだね。ね、そうだね。俺たちもこれで大丈夫だろうと思って買った食料が尽きかけたもんね。尽きかけたからね。うんうん、そうそうそう。うん、ぜひ台風の方には気をつけていただきたいというところで。無事だといいです。でうん、今日は夏美さんね、うん、病院の通院日だったんですけれども、はい、ちょうどね、夏美さん2週間おきに、はいはい、なんていうの、定期の外来があるんですけれども、うん、先ほども話したように、ちょうどその2週間前に、行った、外来の時に大泣きしちゃって、あら、なんか先生の言ってることがわからないって言ってね、先生の言ってることがわからない時は先生が聞いてねって言ってたけど、うん、先生が言ってることがわからないですって言ったら、自分で考えてごらんって言われて、うん、パニックになったんです、パニックになって、うん、だってわかんないって言ってるけどわかんないよみたいな、うんうん、それでもう泣いて、うん、ねえねえって大変だったよね。大変だった。本来なんか注射でお薬打つんですけど、そのお薬もう打ちたくないって言ってから、いや、もうパニック、パニック、もう打てない、打ちたくない、嫌だ、もう病院から離れたいってめっちゃなってしまって、そうそうそう、もう大騒ぎですよ。で、俺もちょうど、俺は1ヶ月おきに通院してるんですけど、うん、たまたま僕もその日お薬もらう日だったんで、いや、俺もお薬もらわんといけんからすぐは帰れんよっつって、なんとか薬受け取るまでは一緒にいて、うん、それから無事ね、ただ戻ってきたけど、その日もう完全に落ち込んでるもんだから、もう一日さ、本当にさ、何だった、コロッケがやる、コロッケがやる恐竜みたいな、ティラノサウルスみたいな、いやーって泣いてここら辺にヘリコプターが3機ぐらい飛んでるっていうタララッタララッって言ってね、そうそうそう、大変でしたよ。いや大変だね、本当に、うん、そういうのがさ、定期的にあるわけ、そういう不安定になるのかね、パニックとかさ、そういうのが定期的にあるから、うん、本当に健太さん、夏美の扱いは気をつけてねでもそれこそ台風が来るとか、うん、天気のね、雨が降る、晴れるとか、うんうん、でなんか精神的にさ、ちょっといわゆるメンヘラって言われてる人たちは体調を崩す
ところあるじゃない、うん、崩しやすい。だからなんか気圧の変化とかでもやっぱ変わるのかなって俺はなんとなくね勝手に思ってたんだけど、うん、そこのとこどうなの。でちなみに俺はなんか台風の日になるとめっちゃパチンコ行きたくなる。へえ。へえ。これなんでなんだろう。なんで？不思議。そう不思議なもんで。だからやっぱなんか影響あるのかな人間に対してねって勝手に思ってるんだけど。パチンコ屋も開いてないさ。いやパチンコ屋意外と開いてたりするんだよ。あそうなの？だから停電したらその時までの大当たりが帳消しになったりするんだけど。だから大変なんだけど。いやそれ大変じゃん。そうそうそう。でも行きたくなるんだ。当時ほどねあの、うん、本当にもう熱中してた時ほど行きたい気持ちは出なくなったけど、うん、なんか外が荒れるとなんか上手に行きたくなるっていう謎のね、あの衝動が生まれる、これあのギャンブル依存症あるあるじゃないかな。ああそうなの。いや知らんけどどうなのかね知らんけど、なんか天気の変化で体調変わったりとかさせてもらいます？ありますよ。あ、やっぱり？うん。どういう時？やっぱり天気が悪いとちょっと気分が下がるとか、そういう感じ。そう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 、多分気圧の変化じゃないかなって思う。なんか言われますよね。でもね、そういうなんか病院のね、看護師さんとかケースワーカーさんとかもなんかもしかしたらそういうのあるんじゃないかなっていう話を聞きますけどね。まあ。気圧が低いと頭が痛くなったりとか、まあね、そういうのあったり、そうそうそう、うん、まあ台風も過ぎ去ったんでちょっとね今日は無事ね、病院も大暴れすることなく終わりましたんで今日は、はい、よかったです、はい、ちゃんとあの筋肉注射できたあ、はい、よかったです、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、うん、未来古代楽団フィートフューチャリングね、うん、足峰きわこさんで忘れ地のことの葉という曲です、うん、どうぞお聴きください。はぁ、お疲れ様です。サッチーさんちなみになんか自分がメンヘラだなと思う時とかってあるんありますか？メンヘラだなっていうか持ってるんで、メンヘラも持ってるんですよ。見た目では分からない。聞いてもいいの？そういうのとか。いいですよ全然。あ、本当？そういうのをね、ちょっと自分はみたいな人いるからさ、大丈夫なんですか？全然いいですよ。あ、ほんと？あ、じゃあその辺、2本目ぐらいでいじっていこうかな。いいですよ、どんどんいじってください。ちょっと、サッチーさんの内面というか、うん、パーソナルの部分をちょっと聞いていけたらなと。いいね。まあ、何にせよね、僕ら初対面だからね、うん、その辺なんか自己紹介も含めつつ、もしあのサッチーさんが僕らに何か聞きたいこととかあれば、何か聞きたいことあったら聞いてもらって、全然何でも僕ら答えますんで。了解。はい、うん、もうその辺をちょっとやっていきます。ツイキャスがね全然来ない、ね、告知もしてないし、あれだな、なんていうのかな、 FM ギノワンセカンドでやった方がやっぱ集まりやすいんだはず。俺たち個人でやってるさ、うん、だからFM ギノワンさんのアカウント使わせてもらった方がもしかしたらいいかもしれないね。うーん、私はセカンド使ってますね、いつも。アカウント教えてもらってるんですか？うん、もともとあのキャンさんが、うん、あ、そっか、キャンさんが持ってるからそのままできるんだ。そうそうそう。じゃあちょっとその辺あの、社長さんに、山内さんに、社長さんに、うん、聞いてみたりして、その辺ちょっとやってみてもいいかも。で、これはこのアカウントはあくまでも夏美が時々ゲリラ的にやる配信に用意したらいい。あ、これそう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 、ゲリラ配信、ね、俺がパチンコ行ってて暇してる時とかにうちでギター弾いてギター配信、そう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 、やったらいい。あ、そっか。サッチーさんは結婚されて何年ぐらいになるんですか？もう来年の2月で3年ですね。ああ、3年。あ、でもまだ新婚とギリギリ言ってもいい、そうそう、いいぐらいじゃない？3年新婚でしょ。そうそうそう、うん、全然新婚さんじゃない。あれ出ましたよ、予選には行きましたよ、あの新婚さんいらっしゃい。すごい、
私がもう行こう行こう行こうって言ってみた、旦那さんと一緒に。そうそうそう。どうするうちらは。俺らいいよ。うちらはいかん。そんな面白い話できないよ。そうだね。夏美さんはね、もしかしたら面白いこと行くかもしれないけど。いやできない。夏美ほど平変ボンボンな人は。嘘でしょ、いませんよ。その腕でそんなこと言う。怖いけど。はい。じゃあ行けますね。はい。お聞きいただいていますのは、スクウェアエニックスより配信されていたスマートフォン向けゲームグリムノーツのオープニング曲で使われてました、未来古代楽団フューチャリング足峰きわこさんで忘れ地のことの葉という曲でした、うん、はい、こちらね、ボーカル足峰きわこさん、うん、まあ察しのいい人はねすぐ分かると思うけど沖縄県出身の方です。あ、そうなの。はい、沖縄県沖縄市出身だったかな。あ、足峰、足峰きわこさんという方で、はい、今もなんかこの未来古代楽団かな、うん、の人たちと一緒に活動、時折なんかゲストで呼ばれて、綺麗な声だね。そうそう、この曲ね、なんかいろんな人がカバーしてて、実はゲームの楽曲なんだけど、これを知ったのはあの YouTube でね、なんか歌い手をやっているダズビーっていう女性の方がいて、うんうんうん、顔を出さずに活動しているアーティストなんですけど、うん、その人の YouTube 動画を見ているときに知って、うん、好きになった曲ですね、うんうんうん、だからまあおすすめなので、ぜひ皆さんもダウンロードなりしていただければ。足峰さん、はい、では、楽曲紹介のコーナーでした。ラジオエンディングでございます。はい、はい、はい、本日は、サッチーの気まぐれラジオより、メインパーソナリティのサッチーさんをお迎えしてお送りした30分だったんですけれども、はい、うん、なんかちょっと僕らの方ばっかり喋っちゃって、なかなかサッチーさんの ねちょっと掘り下げができなかった。ここはもう我々の至らないところが出てました。不徳の致すところ。まあでもご安心ください、本日2本撮りでございまして、はい、はい、次週はサッチーさんのちょっともう少しパーソナルな部分をね、パーソナルが言えなかったので、パーソナルな部分、パーソナルな部分、僕らなんせね、初対面なんで、うん、ちょっと自己紹介がてらね、いろいろお話を伺っていければなと思いますので、ちょっとお時間いただくことになりますが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。なんかね、聞くところによるとサッティさんも我々と同じ何かしらのメンヘラ的なものを、メンヘラ的なものを、はい、ありがたいことにね、ちょっとそういうところも全然喋るよって聞いていいよっていうことなので、うん、なんかまあ NG とかあればもうその都度セルフでピー入れてくれれば了解。ピーってね、夏美さん叩いたら夏美がピーって。はい、よろしくお願いします。夏美さん、はい、はい、今日はね、夏美さんもね、サッチーさんが来るってなって、夏美さんがね、人見知りっていうところがあってね、人見知りめっちゃ緊張するってさっきまでずっとこっちに FM ギノワにね到着するまでは言ってたんですけど、うん、サッチーさんはそういった人見知りとかはないんですか？多少あるんですよ。あ、多少多少、うん、多少ある、多少ある、うんうんうん。で、実際今日はサッチーさんどうだったんですか？緊張してました？ちょっとだけ、ちょっとだけ。でも、なんだろう、うん、ちょうど収録終わりでそのままいたので、はいはいはい、まあタイミングが良かったのかなっていうのもあるんですけど、ね、ありがたいね。ありがたい、ありがたい。なかなかね、僕らやっぱり僕もね、一応人見知りな部分あるんで、そうそうそう、ね、メンヘラ、メンヘラっていうこともあってね、なかなかね、うん、人と喋るのをあまり得意とはしてないんですけれども、うん、
あのなのでね、ゲスト呼ぶときとかって本当に友達捕まえてからお前来いお前来いってなかなかね、あの同じ FM ギノワンでパーソナリティされてる方、いろんな方にね声かけたいんですけども、うん、なかなかねタイミングもないし、うちらみたいなね、なんかね、こんな深夜にやってるこんなやつらが、ね、ダイムシーがこんなね、FM ギノワンでやってる、ね、素敵なパーソナリティの方々声かけていいのか、ね、どうかだよね、言っていいのってね、うん、ちょっとやっぱり尻込んでね、そう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 、なかなか口に出せないっていうね、いや、いけんよ、いけないよ、これを機に、なんていうのかな、いろんな人がね、うん、もう出してって言ったら出すからもうタイミングがあればぜひなんか、うん、ツイッター、ね、交流したいね、まあ X か、 X でね、DM なり、うん、なんかメッセージいただければ、うんうん、冒頭で言ってるねメールアドレス当ててもいいですし、うん、はい、なんか連絡いただければと思います。はい、はい、では最後はこういう感じのね、はい、はい、あ、ぜひみんなでやりましょう。はい、本日のメンヘラジオはここいらでお開き。今日も元気に病気中中村夏実と中村健太とさっきいたとあ、すいません、お薬飲んで、お薬飲んで寝ろ、ね、もう一人見えてるのかな俺の後ろいるんかな、いない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 じゃあツイキャスじゃなくてこっちなんだっけ、 YouTube バイバイ、はい。